ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回紹介するのは花火大会で起きてしまった悲惨な事故、明石花火大会歩道橋事故の話だ。花火大会で起きた事故、花火が爆発しちゃったの。いや、花火大会の会場近くの歩道橋で起きた事故だぜ。この事故によって11人が死亡、247人が重軽傷を負ってしまったんだ。11人が死亡？かなり大規模な事故ね。この事故について詳しく解説していくぜ。よろしくお願いするわ。事故が発生したのは2001年7月21日のことだった。この日、兵庫県の明石市にある大倉海岸で明石市民夏祭り花火大会が開催されていたんだ。この花火大会は地元でも人気のイベントで、15万人以上の来場者が予想されていたぜ。ちなみに花火大会が開催される大倉海岸の最寄り駅は、JR 神戸線の朝霧駅という駅だ。ふむふむ。海岸沿いの駅が最寄り駅だったわけね。花火大会ってことはもちろん時間帯は夜だよね。ああ、花火の打ち上げが始まるのは19時45分からの予定だったぜ。最寄り駅の朝霧駅周辺には、18時頃から人が集まり出してひどい混雑になっていたんだ。花火大会の人混みってすごいもんね。そうだな。この時、特に混雑したのが朝霧駅と大倉海岸を結ぶ歩道橋だったんだ。この歩道橋を使わないと朝霧駅から大倉海岸に行けなかったから、人で溢れていたぜ。最初に話していた歩道橋ってことね。19時45分になると、花火大会は予定通りにスタートしたぜ。歩道橋は絶好の花火鑑賞スポットだったこともあって、歩道橋の上ではたくさんの人が立ち止まって花火を見ていたんだ。歩道橋の上はすごい人になってそうね。ああ、歩道橋の上は人でいっぱいになっていたぜ。しかもこの歩道橋はプラスチック製の側壁が設置されていたから、蒸し風呂のような状態になっていたんだ。真夏の屋外で蒸し風呂状態って、辛すぎるわね。こんな状況だったから、歩道橋の上に溢れた人たちは暑さと湿気でイライラが募っていったぜ。そして次第にあちこちから早く前に進め、花火大会はもう始まっているぞ、といった怒号が上がり始めたんだ。ひぃ、せっかくの花火が台無しね。そうだな。ちなみにこの時の歩道橋は、身の危険を感じた人たちが警察に通報するほどひどい状態だったぜ。警察に通報、花火大会なんだから、その辺に警備してる人がいるんじゃないの。それについては後で解説するぜ。そんな状況の中花火大会は20時30分に終了したんだが、これが悲劇の始まりだったんだ。え、どうしてよ、花火大会も終わったんだし、あとはみんなが帰るだけでしょ。その、みんな帰る、のが大問題だったんだ。霊夢も経験したことがあると思うが、花火大会の帰り道って駅にものすごい人が集まるだろ。確かにそうね。みんなが一斉に帰ろうとするから、すごいことになるわ。それがこの日も起きてしまったぜ。花火が終わったことによって、海岸で花火を見ていた人たちが、駅に向かうために一斉に歩道橋に押し寄せたんだ。嫌な予感がしてきたわ。歩道橋の上にはすでにたくさんの人がいるんでしょ。ああ。しかも歩道橋の上で花火を見ていた人に加えて、花火が終わったタイミングで逆に駅から海岸に向かう人たちもたくさんいたぜ。駅に向かう人たちと海岸に向かう人たちでぐちゃぐちゃになりそうね。その予想通り、歩道橋の上はたくさんの人が押し合うような状況になってしまったぜ。たくさんの人たち、どれくらいの人数よ。だいたい6400人だな。6400人。すごい数ね。この歩道橋は何人が乗れる構造だったのよ。定員は1800人だ。ということは満員状態の3倍以上の人がいたってこと？ああ、この時の歩道橋には1平方メートルあたり13人から15人の人がいた、という計算になるぜ。1平方メートルって、1メートル ×1 メートルでしょ？そんな狭い空間にそれだけの人数が入れるの。とんでもない数だよな。満員電車よりよっぽどひどい状況だぜ。それでその人たちはどうなったのよ。そんな阿鼻叫喚といった状況の中、ついに人々の押し合いが本格化してしまったぜ。その結果、歩道橋の海岸側にいた20名ほどの人が倒れ込んでしまったんだ。ついに事故が始まってしまったのね。そういうことだ。そしてそれから5分後、今度は歩道橋の駅側で7名ほどが倒れ込んでしまったぜ。駅側は7人だけで済んだのね。ああ、でもこれが大惨事への引き金となってしまったんだ。大惨事への引き金、一体どういうこと？
7人ほどの人たちが倒れ込んだことで、すし詰めだった歩道橋にぽっかりと空間が生まれてしまったんだ。空間？それがあるとどうなるのよ。突然ぽっかりと空いた空間に、押し合いになっていた周りの人たちが吸い込まれるようにして倒れ込んでいったんだ。そして、倒れ込んだことによって生まれた空間にさらに周囲の人が吸い込まれる、ということが連鎖していったぜ。ひぃ、怖すぎるわ。一体どれだけの人が巻き込まれたのよ。最終的に400人もの人が次々と巻き込まれて倒れていったぜ。400人。すごい数ね。このように人が密集している場所で次々と人間が倒れていってしまう現象を群衆雪崩、と言うんだ。群衆雪崩、そんな言葉初めて聞いたわ。将棋倒し、とは違うの。ああ、将棋倒しっていうのは、一つの方向にたくさんの人が倒れていくことだな。群衆雪崩は過密状態で四方八方から連鎖的に人が倒れ込んでいく現象だぜ。まさに雪崩って感じね。そうだな。過密状態になっている時にどこか一箇所にぽっかりと空間が生まれると、周囲の人間がそこに倒れ込んで、そこから雪崩のような連鎖が始まるぜ。一気に全体のバランスが崩れちゃうってことね。ああ、そういうことだ。そしてこの群衆雪崩が起きた結果、11人が死亡、247人が怪我を負ってしまったぜ。ちなみに犠牲者の多くは力の弱い子供やお年寄りだったんだ。倒れた時の圧力に耐えられなかったのね。何人もの人が覆いかぶさるように倒れてくるからな。こうなってしまったら、子供やお年寄りの力ではどうすることもできないぜ。つまり死因は、圧死、ってことだよね。そうだな。犠牲者の多くは、体を圧迫されたことによる窒息や内臓破裂で亡くなってしまったぜ。窒息なんて苦しかったはずだわ。でもなんでこんな大事故が起きてしまったのかしら。それじゃあここからは事故の原因について解説していくぜ。まずは警備上の問題だ。歩道橋の上には花火を見るために立ち止まる人、そして駅に向かう人や海岸方面に向かう人が集まってしまい、6400人という異常な人数が滞留してしまった。もちろん、警備員や警察官も歩道橋の近くにはいたんだが、これほどの人数が歩道橋に集まることは想定していなかったんだ。でも花火が始まるだいぶ前から混み始めていたんでしょ。なんで対応しなかったの？その状況はもちろん把握していたんだが、放置したままでも事故は起きないと考えたんだろうな。ちなみに花火大会の前には警備計画が作成されていたんだが、その内容もかなりいい加減なものだったぜ。警備計画があったの？ああ。だがその警備計画は7ヶ月前に同じ大倉海岸で行われたカウントダウン花火大会の警備計画をそのまま流用したものだったんだ。かなりずさんな対応だったのね。そうだな。しかもその7ヶ月前の花火大会でも歩道橋でひどい混雑が発生して、怪我人が出ていたぜ。怪我人が発生した警備計画をそのまま流用したってこと？ひどすぎるわね。さらに兵庫県警は292人を暴走族対策のために割り当てた一方で、花火客の誘導や警備には36人しか人員を割り当てなかったんだ。15万人以上が来場するイベントに36人って、明らかに少なすぎるわよ。あとは屋台の出店場所にも問題があったぜ。屋台の出店場所？ああ。警察は暴走族に対する警備を優先した結果、お祭りの屋台180点を歩道橋の下の市道沿いに集中させることにしたんだ。道路沿いに警官を配置しておけば、道路に暴走族が現れた時に警備がしやすいからな。なるほどね。でもそれの何が問題なの？この屋台のせいで、歩道橋の下がものすごい混雑となってしまったんだ。そのせいで歩道橋から人が降りれなくなっていたぜ。確かに歩道橋の出口が塞がってしまうわね。警察の計画がずさんすぎるわ。さらに事故後には、花火大会の警備をしていた警備会社の人間が責任逃れのような発言をしたことも問題になったぜ。一体どんな発言をしたのよ。事故後、警備会社の人間が新聞社に対してこんな証言をしたんだ。茶髪の青年が歩道橋の人混みを無理に押したせいで群衆雪崩が発生した。茶髪の青年が歩道橋の天井によじ登って騒ぎ、不安を煽り立てた、といった発言だ。責任逃れの発言ってことは、青年たちはそんなことはしてなかったのよね。ああ、その通りだ。実はこの青年たちは、歩道橋が危険な状態であることを歩道橋の天井に登って周囲に伝えようとしていたんだ。歩道橋の下にいる人たちに向かって、危ないから歩道橋に来るな、って言ったってこと？そういうことだな。しかもこの青年たちは率先して119番通報をして、
救急車も呼んでいたぜ。めちゃくちゃ立派じゃない。なのに警備会社はこの青年たちに責任をなすりつけようとしたってこと？ひどすぎるわね。もちろんこの警備会社はその後の裁判でちゃんと責任を問われたぜ。よかったわ。ちゃんと裁かれるべきよ。じゃあ裁判について簡単に解説するぜ。この明石花火大会歩道橋事故によって、兵庫県警明石署の署長や副署長、さらに市職員や警備会社の人間など合計12人が、業務上過失致死傷の容疑で書類送検され、そのうち事故当日に警備をしていた5人が在宅起訴となったぜ。しっかり裁いてほしいわね。裁判の結果、警察官1名と警備会社の人間1名に対して禁錮2年6ヶ月の実刑判決が下されたぜ。あとは市職員3名に禁錮2年6ヶ月、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されたな。え、警察の署長や副署長は罪に問われなかったの？ああ、兵庫県警明石署のトップである2人は最終的に不起訴となったんだ。この署長、副署長については、検察審査会への申し立てで3度起訴相当と議決されたんだが、神戸地方検察庁は3回とも不起訴としたぜ。え、そんなことあるの？不起訴相当を3回受けて3回とも不起訴となるっていうのは、めちゃくちゃレアケースだな。そうなのね。なんだか闇を感じるわ。この事故が起きた後、花火大会はどうなったの？この事故が発生したことで、明石市民夏祭りは翌年から一時中止となったぜ。3年後の2004年から夏祭り自体は再開されたんだが、花火大会が再び開催されることはなかったんだ。あれだけのひどい事故が起きたら、さすがにそうなるわよね。ちなみにこの事故の影響は全国へと広がって、この年に予定されていた多くの花火大会が中止になったぜ。さらに花火大会だけではなく、警備上に問題があるとされたイベントが軒並み中止や縮小されることになったんだ。それだけ衝撃的な事故だったということね。そうだな。さらには2005年11月に法律が改正されて、警備員の国家資格を取得するための検定に雑踏警備についての項目が新設されることになったぜ。雑踏警備？雑踏警備っていうのは、たくさんの人が集中する場所での群衆事故とかを防ぐための警備手法だ。まさに今回の事故のようなケースを想定しているぜ。なるほどね。今では大きいお祭りやイベントの時には必ず警備員や警察の人たちが誘導してるものね。そうだな。この事故が起きたことで警備のあり方が変わったぜ。というわけで今回は、群衆雪崩が歩道橋で発生した明石花火大会歩道橋事故について解説したぜ。群衆雪崩って初めて知ったけど、すごく恐ろしい状況だと思ったわ。群衆雪崩に巻き込まれてしまうと自分一人の力ではどうしようもできないからな。それじゃあ今回はこの辺で終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事件や事故を紹介してほしい、っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。